釣神様は釣具の買取を全国から行っておりますので、高価買取やってます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。今日は草津漁港の一文字というところに来てます。丸山さんに協力をいただいてます。よろしくお願いします。それで釣れたら有力が起こるで。やったやったやりましたおーやった出るおい、切るじゃろあやっぱパワーがあるところさパワーがあるいいでしょこれさすが釜勝人形でしたキャスト上手なちょうどいい感じにハリハリで。ちゃんと負けも打って当たって。しっかり期間取るで、ね、打って負けてこんだけ喉に寄らなかったらそこを決めてたまたま釣り紙おるわな、うん、いけおいちょっと見て、先上あ、蹴った蹴ったチルだチルだいや、ゆりのさんの顔がビールが負けんなぞなんかビールが負けんなぞ違う違う妖怪じゃないですか妖怪のラッシュだけどビール負けんなぞチルかと思ったいや、たぶん多分このタックルの本来の対象ですよいい当たりだなじゃあちょっと魚の映像を見たいといいですかいい当たりだよやっぱこれでしょヒールと一緒ぐらいよかわいい浮き物もう嘘だろこんなちっちゃいのがねえリール逆転状態でぐるぐる、はいさっきつばりいたのこれやなんかなかわいいおるんすねでもこちらよう滑るんやなさっき汗だくの状態で上に上がったら寒かったですよ、ね、ああってベストでも脱いだらもう天国もう爆睡やいびきかいてましたこーどこにしようしかでも寝れるなエアコンがないと寝れるな顔もっと眠くなるけどな。大きいねな、ここのいつも。ああ、ほんと、でっかい。いるかな。潜りましたね。ああ、出てきた。ほら、ウィンさん。でかいですね。できた。うわ、でかっ。
まあまあ、当たらない。おぉ、マジ、こっちの水全然いいっすね。元気だ。ナイス。ありがとうございます。こっちやってみる。はい。もうちょっと。もういい方。うん。肩がいい。これ綺麗になってるね。ね。持たれます。あ、はい。ありがとうございます。はい。まあ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 。まあまあ、南さんのブログ用の写真撮ってきました。ああ、すいません、わざわざ。決まるロットと同じですから、みんな一枚ずつ。いや、侮れんすか。どうも、好きなこと。違うか。あ、チルチル。スリッパのチルが。ナイス。え？こうキュッとこう。手前。手前にシュシュ。これハリス短いんですかね。1メートルぐらい。切れて切れて。マネコさんももしかして今日浮き輪のロットしか持ってきてないんですか。浮き輪のロット2本買ってこれで2枚目。神。すごいな。まあ、いいじゃんこれは。お尻が真っ赤っか。ちっちゃいけど。まあ、いいじゃんこれ。ケツが赤い。ケツが赤い。ケツが赤い。カキバーグ。カキバーグ。うん、怖かった。もう切るは切るよ。すげえ。わ、綺麗よ。また決まろ。あ、すいません、ありがとうございます。あれ、めっちゃ入ってるじゃないですか。沈め釣り。何も当たらん。基本当たらんすよね。お、普段でもあれですよね、ボラが本来この時期は、はい、強烈。よかったー。見てはいや、まあ、取れてる。遠投せずに自分を信じた。さすがです。おお、両肩両肩、すげえ。昨日のでも4時。あ、超贅沢。いいんすかねこれ。わざとやるわけだね。わざと。元気元気。ナイスー。ありがとうございます。よかったー。ありがとうございます。ガーって行きました。すいません。超贅沢。やったー。やったー。マジで。長かったー。イエーイ。ねえ。一匹釣ってから二匹目が長い長い。ちょっとこれ感動の一匹ですね。ね、やっぱ釣ってね、やめたかった。いやー、残り時間わずかで、さすがです。これも団子ですか。これ今団子です。おー。
すごかったっすね、食った瞬間。お願いします。はい。あ、やっぱ団子か。もう何が正解かわからんでたら、いろんなさなぎとかつけようって絶対食わんやろな、どうも。いやいやいや、難しい。こういう状況難しいですね。よかった。でもこれドラクエはないんすよ。なんかそこのボタンで調子。あ、ボタンで。クラッチ。お、映画浮き持っていた。でかいでかい。でかい。つるんで。ヒロさん、昨日も浮きゼロでしたっけ？はい、昨日ともう全く同じ仕掛けで、はい、この新しいモデルも黄色とオレンジあるんですか？はい、そうですね、はい、赤と黄色と気になってきません、これ。練り入れてみます。感じでですか？糸。いや、糸。うん。なんかが出ます。指で回す。オープンベルで押さえてます。ちょっと出た。ドン。お、糸出したね。でかい。切れた。結構でかかったな。中にジャンジャン入っていきよったんですよ。今日一の曲がりだったな。でこのブレーキの使い方が難しい。あれ、ブレーキしちゃいかんから、これ。ゴリ巻きでいかない。マジな。切られたのか。どうか。ええ当たりさ。ええ当たりだった。ああ。強い。食いときはあんないよな。食いは悪いけど、やっぱり1本ぐらいですね。当たり激しいよな。わーい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2日間の調校が無事終了しました。お疲れ様でした。はい。で、今日上がった鳩ですが、私は手に負えませんでした。難しかったです。はい。うん、で、丸山さんがガマカツの面白いさを使って最高でした。最高ですよ。はい。面白くしてくれました。はい。はい。でもあれが全てもうあれでもう完結したしかもね、最後の最後になんかでかいのかけちゃいましたね。ちょっと切られましたけどね。こっちもあったで、チヌでも大きかった。チヌ大きかったですね。うわ、今日一で曲がってましたもんね。今
あれぐらいですね。で、丸山さん今日あの竿しか持ってきてないんですよ。そうですよね。椅子と椅子と餌も持ってこない。南さんの餌を分けていただきます。ということで、無事に楽しく過ごさせていただきました。はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。でこの厳しい状況の中でもやはり両手スターはバッチリ釣り上げられてましたし、南さん最後の最後ですよね。もうこれ最後ねって言って最後に一発でかいのかけたんですけど、なんか高切りしちゃいましたね。あれはなんか、はい、まあなんか大きすぎたのかなと思います。でもこれで無事に終わりましたので、今日は本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。またぜひ、またちょっとね、いい時にまたいっぱい釣れる予定だったので、はい、で、実はこの、南さんとの兆候は、前回ゆりのさんからのテスターの友達はテス、まあ、みんなテス友達だみたいな感じの企画からの南さんの紹介だったんですけれども、今回は南さんからご紹介いただければと思っております。はい、検討いただいて、はいはい、で、ね、今すぐっていうのはちょっと大変でしょうから、はい、ちょっと一回お持ち帰りいただいて、はいはい、どなたかご紹介いただければと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、どうもすみません、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。厳しかったですね。厳しかったですね。想定外です。まあまあこれが自然な、そうですね、釣りですね、はい、昨日がやっぱりうまくいきすぎましたね。はい、ということで、はい、また見てねー。